はい、それでは伊藤大臣の閣僚記者会見を始めます。冒頭大臣より一言ございますのでよろしくお願いいたします。こんにちは、環境大臣の伊藤慎太郎でございます。まず冒頭昨日福島県に出張したことをご報告申し上げたいと思います。昨日夕刻福島県に出張いたしまして、内堀福島県知事にご挨拶をしてまいったところでございます。その際内堀知事からは、特にご関心の強い施策として3点、ご指摘をいただきました。一つ目はアルプス処理水に係る海域モニタリングに関し、分かりやすく国内外に発信すること。で、二つ目は特定期間居住区域の除染について、希望する方全員の期間のために早期の除染が必要であること。そして三つ目は福島県内の除去土壌等の県外最終処分について、最終処分地の選定に係る具体的な方針工程を早期示すこと。これらの3点について大臣のリーダーシップのもとしっかり取り組んでほしいという趣旨のご発言でございました。また福島の復興いまだ道半ばでありますので、環境大臣として最重要の課題と考えておりますので、引き続き知事や関係自治体の皆さんと心を合わせて密に連携しながら全力で取り組んでいく所存でございます。それから2つ目は本日の夕方からですね、17日にかけて第42回全国豊かな海づくり大会の出席等のため北海道の厚岸町および釧路市などを訪問いたします。全国豊かな海づくり大会は天皇皇后両陛下のご臨席を賜り毎年開催されているものでございまして、水産資源の保護管理と海や川の環境保全の大切さを広く国民の皆様に発信するものでございます。また天皇皇后両陛下は同大会の開催に合わせて環境省の釧路湿原野生生物保護センターをご訪問なさる予定で、私がお出迎えをいたすところでございます。冒頭の発言は以上でございます。はい、大臣ありがとうございました。それではここから質問を受け付けたいと思います。質問のある方は挙手いただければ指名いたしますので、お名前と社名を述べた上でご質問ください。それではまず幹事社の NHK 林さんの方からお願いします。幹事社の NHK の林と申します。よろしくお願いいたします。いいですか。よろしくお願いします。質問なんですけれども、冒頭福島県知事との面会についてお伺いできればと思うんですけれども、今3点の要望があったというふうにおっしゃられたんですけれども、それに対してどういうふうにお答えになったのかというのを伺ってもよろしいでしょうか。はい、まずアルプス処理水にかかる海域モニタリングでございます。それでまた特定基幹居住地域の除染、県外最終処分をはじめとする課題ということでございますけれども、まず全体として申し上げれば、改めてこの被災地の復興に向け環境大臣として全力で取り組んでという決意をお示したところでございます。そして県外最終処分の実現に向けては、除去土壌の再生利用によること、それによってですね、最終処分量を低減するということが一つのキーでございますので、最終処分再生量に関して、技術的な検討に加えですね、関係自治体関係の皆様の理解醸成を図ってまいりたいということもお答えしたところでございます。それで、それに関連するわけでもございますけれども、福島県外での再生利用実証事業の実施にあたっては地域住民の皆様のご理解が大変重要と認識しております。これまで行われた地域住民向けの説明会において示されました、様々なご懸念に
まあ、お答えする形でさらに丁寧に説明を尽くしてまいりたいと、そのように考えております。おっしゃっていただいた県外での実証事業は、具体的には新宿御苑や埼玉県所沢市の方で計画を表明されて実際説明会も行われたという形だと思うんですけれども、その後地元から追加の説明会の要望等が出ている状況で、今後これらをどういった形で具体的に進めていくというふうにお考えでしょうか。ご指摘のようにですね、さまざまなご意見をいただいており、可能な限り説明を尽くしてい、きたいと考えておりますけど、まだその、次回の説明会について、具体的な日取りというのは決まっておりません。これまでも累次にわたり、必要な説明あるいは意見交換をしてきたわけでありますけれども、これからもそれをなるだけスピードアップして進めてまいりたいと、そのように考えます。はい、では日経新聞の田中さん、お願いします。日経新聞の田中です。私も同じテーマでちょっと追加でお伺いしたいんですけども、昨日面会後のですね、ぶら下がり取材の場で大臣の方から、政府として中間貯蔵開始からその30年以内に県外での最終処分というのはほとんどの方が、ご存知であると思うという、ご趣旨のご発言があったんですけども、これ国民のですね、まだどれぐらい何割ぐらいが認識しているというご理解なのかということと、ほとんどの方が知っているのにもかかわらず、なかなかこう県外の実証事業が進まないというのをですね、ちょっと先ほどのと重なる部分はありますけど、どういうふうに見ていらっしゃるかということを、お答えいただければと思います。この問題で、皆様のマスコミも累次頻度多く何度も放送あるいは新聞の記事もなっております。今新聞だけでなく放送されているし、それからまた私自身は福島の隣である宮城県の出身で、あるいはこの問題に対して非常に、私自身も関心を持っておりましたので、その除去土壌の県外最終処分の課題はもっと皆さん知ってんじゃないかなと考えていたわけですが、今回環境大臣に任命されてですね、県外の最終処分の認知度について、データというかアンケートをお聞きしたところ、残念ながら非常に低いんですね。皆様がこれだけ努力してもう何度も何度も報道して、あるいは SNS でも流れていると思うんですけど、ですから改めてですね、非常に低いということが分かりましたので、これをですね、全国の福島県以外の人、まだ福島の中でも必ずしも高いとも言えない部分もありますので、全国的な理解情勢、これが重要であるって、そのために環境省もさらに努力する必要があるだろうと、マスメディアの力も大きいんですけれども、我々も対話フォーラムとかですね、説明会とか、そういったものを開いていく必要が あるんではないかと思います。それと実際に、その実証事業をするにあたっては地域住民の皆様のご理解が大変重要ですので、これについてもですね、やはりもう より丁寧なご理解がいただけるような形で説明を加えていくということが必要だということを強く感じたところでございます。で、時事通信の鴨川さん、お願いします。時事通信の鴨川です。今月12日に絶滅の恐れがあるシダの一種でヤシャイノデというものが無届けで販売されたとして、警視庁が種の保存法違反で男性2人を書類送検しているニュースがございます。特定第一種国内希少野生動植物種の無届け販売で摘発が行われるのは今回が初めてということなんですけれども、希少な野生生物を守るために国民に伝えたいことは改めてお伺いできればよろしくお願いします。はい、大事なご指摘ありがとうございます。種の保存法ではですね、絶滅の恐れのある野生、動植物種の捕獲採集等を規制し、保全を図っているところでございます。今ご指摘があったヤシャイノデをはじめとして
特定第一種国内希少野生動物種についてはですね、その販売を行う場合、事前に環境大臣、農林水産大臣への届けが必要とされているところでございます。今回ご指摘の事案はですね、事前の届け出のない違法性が問われる取引を当省の職員が確認し、オンラインサイト運営事業者と連携して出品者に数回警告を行ったところでございます。しかしながらこれに応じず販売を継続するなど、極めて悪質性が高く、誠に遺憾だと思います。国民の皆様には、野生動植物が生態系の重要な構成要素であり、人類の豊かな生活をにとってですね、欠かすことのできないものであると、このことを改めてお伝えしたいと思います。その上で、種の保存法の規制内容の理解、法令遵守をもとより、生物多様性保全へのご理解、ご協力をお願いしたいし、環境省としてもそのことについての広報、あるいは理解醸成活動というものを進めてまいりたいと、そのように考えます。じゃあ、共同の村越さん、お願いします。すみません、共同通信の村越と申します。神宮外苑の再開発事業についてちょっとお伺いをしたいんですけれども、今日本日午前中にですね、世界イコモス の文化的景観委員長がヘリテージアラートについて記者会見をしました。そのヘリテージアラートで、その事業者や東京都だけでなくですね、国の積極的な関与というのも求めているところなんですけれども、改めてこの問題に対して環境省としてどう対応するかお聞かせください。はい、今ご指摘があったですね、ヘリテージアラート、これは環境省には今月13日に日本イコモス国内委員会から届いたところでございます。神宮外苑地区における再開発事業については、都の条例に基づき環境影響評価手続きが実施されたものでございまして、事業者において知事意見に基づく環境配慮も含めた対応が適切になされるものと認識しております。今月12日には東京都から事業者に対し、樹木の保全に関する具体的な見直し案を示すように要請したと聞いております。環境省としてはですね、より良い環境保全の観点から、さまざまな条件や課題がある中で、環境へ最大限の配慮をした事業の実施を期待したいところでございます。環境新聞の小峰さん、お願いします。環境新聞の小峰です。今日金曜日、あさってですね、9月17日日曜日、11時から13時の間にですね、南相馬市のですね、で自民党サーフィン議員連盟および、大阪ブルーオーシャン議員連盟、共催のですね、福島復興支援ビーチイベントがちょうどご存知だと思いますけど、国際大会が開かれるに応じて、なされていますが、そこでですね、そこの出席議員としてはですね、元環境大臣の小泉進次郎さん、それから副大臣の笹川博義さん、それから政務官だった勝又孝明、そして今度大臣と一緒に今日からお仕事される、政務官に、環境政務官に任命されるオリンピック選手、ビジバレーの朝日健太郎さんに行かれます。これをどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。私はね、アルプス処理水の放出に伴う風評を抑える風評対策に、もちろんこれ政府にとって、最重要課題の一つでありますけれども、やっぱり国会議員の活動としても、個々にあるいはグループになって風評対策に取り組むということは非常にいいことだし重要だと思っております。特に元環境省のね、政務の役をやった方がやることは大変いいことだと思います。それでそれに関連して言えば、アルプス処理水の放出後に環境省が実施した3回のモニタリングでは、トリチウムの濃度はすべての箇所で検出下限値未満であり、人や環境への影響はないということが確認されておりますし、
またその情報を速やかにウェブサイトや X、まあ、いわゆる旧ツイッターですね、で発信しているところでございます。まあ、ご質問にお答えするのはそこの部分ですけども、さらにもっとあれば喋りますけど、はい、ちょっと環境新聞込みですけど、さらにですね、はい、大臣は釧路にですね、はい、釧路の方、厚岸釧路の方で全国豊かな、はい、今日の夕方出発いたします。出発ですね、はいはい、で明日忙しいかもしれませんけど、両陛下をですね、はい、引率されるわけですから、はい、そこでですね、大臣は豊かな海を最大限作るように努力、最大限の努力しますと言って、多分言うと思います、それは。はい、それで、一方でですね、この元大臣だとか元副大臣、そして今日新たになる朝日健太郎政務官がこういうふうにですね、南相馬でですね、こういうイベントに参加してですね、まさにきれいな海を作ろうという中にですね、伊藤慎太郎環境大臣は当然ご出席なんでしょうね。いかがですか。あ、ここの南相馬の17日のこの、ビーチイベントには当然参加されるんじゃないかと、陛下の前でしっかりとした海を作りたいとおっしゃったんだから、おっしゃるだろうから、はい、いかがでしょうか。まあ、私体は一つしかありませんので、参加は物理的に不可能だと思います。なんか17日の日曜日17時から13時南相馬のでは無理なんですが、行かれませんか。北海道におります。あ、北海道におります。それはしょうがないですね。陛下お借りになっているかどうか、まだ北海道にいますので、今日から日曜日の夜まで北海道にいますので、体2つありませんので、はい、それは陛下の方が大事ですから、はい、はい、はい、じゃあ奥、はい、清水さん。エネルギーと環境、エネルギージャーナルの清水です。先ほど神宮外苑の再開発事業について伺います。大臣はどうですか。就任前はどんな具合に問題を捉えておられたか、まずその認識を一つ聞かせてください。私割合そばに小さい頃から居住しております。ですから樹木には非常に親しんでいるところでございます。ただその今回のその事業内容の詳細を必ずしも就寝前に 100% 認識してたわけではないので、ちょっとそのどういうことあっているのか、特に今環境大臣ですから、それ以上のコメントは差し控えたいと思います。でも樹木は大事だという意識はすごく考えておりますけれども、具体的なコメントは差し控えたいと思います。で、2つ目の質問です。関連します。やはり環境、先ほどもおっしゃったけれども、環境アセスメントのに手続きに基づいて東京都は対応したと。しかし環境省は前面に出てきてない。なぜならば東京都のアセス条例だからですよね。そこで問題はね、この神宮外苑の問題というのは東京都だけの、あるいは都民だけの問題ではありません。おそらくオールジャパンで東京にいらっしゃる人なんか、あるいは要人の方なんかも、その文化的な遺産も含めてね、やっぱり大事にすべきだと。で、こんなところの後ろに40階建てのビルが建つなんてね、都市計画そのものはおかしいと、まあ、思いますけど、まあ、それは高度判断でどうなるか分からない。言いたいことは、環境省のアセスメント法もね、欠陥があるんじゃないですかと。要するにそういう問題をね、条例とかに委ねてオールジャパンとしての評価をしてない、あるいは妥当かどうかということを全くしてないで、環境省は東京都から紹介があったら意見言いますよというどうもスタンスなんですけど、その辺今度アセスメント法のね、改正も今後予定しているようですけども、その辺どうですか、大臣認識は。まあ、国も自治体も法律や条例によって動いております。記者ご存じのように、この規模の
こういう従業についてはあの都の条例によって、まあ、定められるという仕組みに制度上なっておりますので、ただもちろんあのご指摘の気持ちをよく分かりますので、あの東京都からあの相談があればあのそれに対する必要な助言を適切に行ってまいりたいというふうに思います。ぜひアセスメント法の改正、まあ、今週に予定が来年通常国会でしょうけど、ぜひお忘れなくご検討いただきたい。毎日新聞岡田さんお願いします。毎日新聞の岡田です。よろしくお願いします。まあ、環境行政と直接的にはあれ関係しないかもしれないですけど、今民間企業の間であのジャニーズ事務所 の所属タレントの起用を見合わせる動きが広がっていて、中央あの省庁の間でも農水省があのタレント起用の見合わせをあの発表してるんですけど、環境省では、その起用の事業などがあるかということと、何かその対応を検討していることがあれば教えてください。あの現時点で私はそのことを存じませんし、またあの環境大臣としての所掌外でございますので、あのコメントは差し替えていただきます。全く関係ないわけではないと思います。もし事業で起用していればそれをどうするかとかっていうのはあの環境省の仕事だとは思うんですけども、まあ、だから そこは、もし分かればじゃああの追って教えてください。事務方通じてるのもいい。すみません、あの事務的なことなので事実関係なので私公室の方からお答えしますと、あの現時点においてですね、あの環境省の方でジャニーズ事務所のタレントなどとですね何らか契約しているということはございません。よろしいでしょうか。じゃあ小峰さん最後で、はい、あのジャニーズ事務所に関連してお聞きします。あのジャニーズ事務所株式会社の取締役にですね、有名な2年ぐらい前お会いになったことあるかもしれませんけど、ここの事務次官財務省から来られた有名な中井徳太郎という男がいるんですけども、ジャニーズ事務所の取締役なんですよ。まあ、あの脱炭素に加えて、脱性加害をやるために行ったというふうにみんな捉えてますけれども、大臣、中井徳太郎さんとお会いする気はありませんか。あの脱炭素も含めて脱性加害でいい話が出ますよ。あの現在のところはその予定ございません。ご存知ですか、中井徳太郎さんは。個人的には存じ上げません。あ、そうですか、はい、ぜひお会いしてください。はい、では本日は以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。